さんこんばんは。2017年3月17日金曜日、時計の針は夕方6時になりました。今週最後の夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日もあいにくの雨となりました。明日から3連休、皆さんどこにお出かけになるんでしょうか。さあ読谷村もさまざまな催し物、イベントなどもあります。さあそういったことも含めて今日の夕刊 TV でご紹介してまいります。さあそれでは早速まいりましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。愛知県東邦大学、ユンタンジャ出番ですよ、出演の、ご紹介をいたします。さあ愛知県東邦大学といえば、まあ、皆さんもご存知かと思うんですが、昨年2016年8月12日に、愛知県東邦大学と読谷村が包括連携協定を締結しています。さあ昨年も一度、榊学長をご出演いただいたんですが、半年ぶりに、ユンタンジャ出番ですように出演されています。さあその時の様子を、VTR に撮っています。 VTR スタート。今日は、また榊学長を、ね、そうですね、お迎えして、はい、読谷村の方々に何を伝えられるのかなということをちょっと気になりしながら、はい、お話を伺っていきたいと思いますが、特にお父さんお母さん方、または高校生の皆さん方に、いい情報も本日聞けると思いますので、すごいですね、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思いますね、はい、よろしくお願いいたします。まあ、実は、4年前からキャンプ来ている時に、榊理事長毎年来るわけですね、うちの村長と、いろいろこの意見交換をする中から、うちの村長も、読谷の子、大学で受け入れてくれたらありがたいなみたい な、まあ、そういう、ね、そんな軽い話ではないんですけど、意見交換の中に出たら、榊理事長の方が、昨年の3月ちょうど今の時期なんですけど、なんかこのアイデアを持って村長のところに来たんですね、でそして私、村長室に呼ばれまして、これを形になんかできないかと、その内容がですね非常に良かったもんですから、あ、ちょっと具体的に言えばどういう内容だったんですか。大学と読谷村でまず包括連携協定というものを結びましょうと。他の大学とも、いくつか読谷村は結んでるんですけど、例えば、目的としては、村づくりの推進にの研究に関することとかですね、いろんなノウハウを大学側からいただきましょうと。あと、例えば地域福祉の向上に関すること、いわゆるこういうものは村民に還元できるっていうことで、そうですね、通常、そういう形で大学とは連携協定を結ぶんですけど、今回読谷村からは、小学生を受け入れてくれると、例えばその読谷村長の推薦で、読谷村長が面接をしてお墨付きを与えれば、大学に推薦できると。通常そこまでは、あるかもしれないんですけど、さらに成績が優秀であれば、大学側からですね、奨学金が、授業料の半額相当ということでですね、だから本当に学、勉強とか、そういうものをするモチベーションっていうのは非常に上がるのではないかと。ますね、でも何ていうんですか、学費がね、若干こうある意味補助っていうか、そうですね、これができるっていうのは、理事長結構太っ腹っすね。いやいやありがとうございます、はい、いやいや、そんな太っ腹、私ウエストしてるぐらいですけどね。それよりね、やっぱり、子供たちが喜んでくれる、あるいはそれが続くっていうためには、継続か、なるほど、そのための条件だったと思うんですね、でちょっとお話ししていいですか。7日の、新聞にですね、大きく取り上げられた県がその高校生の生活の調査をして、中間発表を6日に発表されたと、でそこでですね、これはある新聞の見出しだと、困窮世帯の高校生というのは 29% の、3人に1人は困窮、掲載されてましたね、あるいはこれは国全体の貧困率というのは大体6人に1人、16、17% ですから、約その倍ですよね、倍ぐらいある。こんな状況で、大学行けば全てがハッピーだというわけじゃないんですけど、高校生の段階で困ってらっしゃる、そういう方から本土と同じ学費を大学へ来るとき取るか、こういう話ですよね、来たくてもお金が払えないなら成り立たない、そんなら私どもとしてどういうことをなすべきかということは非常に大切なことだと思って、だから私別に太っ腹でやってるわけじゃないですよ、私は、私の学校ちっちゃな、もう本当に600分の1の学校ですけど、こういうことをみんなが考えるべきだという一つのメッセージになるかな。なるほど、
すごい大きなメッセージですね。これ一石を投じてるんじゃないかと思いますけども。さあ皆さんいかがでしたか。こういった形で、愛知県の東邦大学と、包括協定を結んでいるということです。さあまたね、読谷村から村長が推薦した、学生さんたちが東邦大学の方に行かれるということで、また今後ともこういったさまざまな交流で、またね、ぐっと深まるのではないかと思います。今後が楽しみです。以上今日の一番ニュースでした。ゆうかん TV、琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。さあ明日の地方面ご紹介していきます。さあ今日は離島の話題をご紹介いたします。守くん一石像に、交通安全観光活用願う。まあ、宮古島といえば皆さんご存知のようにまもるくん、ね、クッキーやケーキ、さまざまなお土産などに、交通安全を願うまもるくんが掲載されているのご存知かと思いますが、なんと石像になったそうです。さあ宮古島地区の交通安全協会は交通安全を啓発するキャラクター宮古島まもるくんの石像を市の平にある JA ファーマーズマーケット新市場に建立し除幕式を迎えたそうです。さあこの除幕式で会長は交通安全だけではなく観光への寄与も期待している、事故がなくなるように頑張りたいと強調しています。石像は台座も含めて高さ160センチ、一緒に写真を撮るのにはぴったりの高さではないでしょうか。このね、写真を見る限り守くんのイメージがもっとねまた膨らんで、より一層愛らしく可愛らしく写真が撮りたくなるような、そんな石像となっています。そして皆さんご存知でしょうか。妹がいるということ、妹マルコ24歳になったそうです。宮古島署の交通安全を啓発するキャラクター宮古島まもるくんの妹まるこちゃんが4月から小学校に進学する園児らに向けて交通安全教室も行ったそうです。さあこの宮古島のまるこちゃんなんですが、なんか私から見るとちょっと人間っぽいんですけれどもね、実際に明日の地方面を見てこれが本物かそれとも人なのか、皆さんぜひチェックしてみていただければと思います。さあ最近読谷村では交通事故が相次いでいます。昨日、3月15日ですね、おとといも、こちらの方で、読谷村内でも死亡事故があったということですから、こういった、まあ、この読谷村内で何かキャラクターといえばやっぱり読谷ですけれどもね、読谷の石像かなんか作ってみるのも面白いかもしれませんね。さあ FM 読谷の中曽根局長も一度、嘉手納警察署の一日署長にもなりましたけれどもね、皆さんの交通事故安全につながるのであれば、こういったものももっともっと活用していただければと思いますので、ぜひ皆さんのご協力、また一件でも、読谷村から交通事故、またね盗難なども含めて、ないように皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。さあ続いての記事です。応援歌届けたい、沖縄市パラフレーズ最高賞の報告ご紹介いたします。障害のある人が音楽を通し社会参加する第7回アネラ音楽祭でグランプリを獲得した、パラフレーズの皆さんたちが7日沖縄市役所に、市長を訪れ優勝の報告、そして9月16日で東京で開催する第14回ゴールドコンサートへ沖縄代表として出場する意気込みを語っているそうです。さあその、ね、皆さんの笑顔いっぱいの写真などが掲載されていますので、ぜひこちらの方もご覧になられてください。さあ最後の記事です。中城城址の舞台に御三丸祭り、明日から中城にて開催されるそうです。世界遺産の中城城跡を舞台にした祭事御三丸カーニバル、こちらが19日20日の両日開催されるそうです。さあ御三丸といえば世界遺産のここ根崎見城跡、ここでもねいろんな催し物などをどんどん皆さんぜひしていただきたいと思います。ぜひね活気あふれるここ読谷村を皆さんと一緒に作っていきたいものです。以上先読みコーナーでした。さあ続いては
イベント情報です。今日ご紹介する内容、現在行われております切り絵アート展、こちらは4月16日日曜日まで開催となります。日本を代表とする切り絵作家11人が見せる繊細で美しく個性あふれる作品となっています。さあ、その中のお一人、読谷村出身の方も出ていますので、ぜひ皆さんお出かけください。さあ、こちらは浦添市美術館で行われています。詳しいお問い合わせは琉球新報社営業局 098-865-5200 まで。以上、イベント情報でした。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 いやささゆうかんよみラジ、今日の話題です。シンプルで素朴な家庭の味、ホルモントンビ、こちらのお店をご紹介いたします。さあ、こちらのお店、豚料理専門だとはね、よく聞いていますけれども、豚のホルモンなどをとても美味しく出してくださるということで、お土産などでもとても人気なんですが、こちらなんとリピーター率が高いそうなんです。さあ、今日は、こちらのオーナーさんからお声をいただいております。 VTR スタート。はい、いらっしゃい。ホルモントンビの大将をしている池原です。ホルモントンビは大勢のカレナ10年前にある島豚専門のホルモン屋です。地元のお客さんおよび、あと那覇、浦添、宜野湾、遠いところは南城市からお客さんが来ます。あと外国のお客さんもすごい多くて、この間数えたら35カ国の国から来店しています。はい、今回おすすめのメニューは石焼きトンビです。石焼きトンビはあちこうこうクワジューシーの上にトンビ、豚の尻尾が乗っている、あの料理です。当店オリジナルの料理です。3分の2ぐらい食べましたら、その上からだしをかけていただけます。ひつまぶしの要領で食べていただければいいと思います。すごく人気のあるおいしいおいしい石焼きトンビです。当店の客層は地元読谷のお客さんが2割です。そしてあとの2割の沖縄の人は那覇、浦添、南城市、元部、沖縄全島から来店してくれてます。あと面白いのが外国のお客様、スウェーデン、スイス、ドイツ、ロシア、イタリア、さまざまな国のお客さんが来店してくれます。で、あと観光客もいっぱい来ていただけます。そしてよく聞くあのご客さんのお言葉で、すごい気になっていたってよく言われます。ぜひ皆様気にせずにいらしてください。ホルモントンビ、心よりお待ちしております。石焼き美味しそうでしたね。ひつまぶしのようにかけていただくっていうこと、とても珍しいと思います。またね、リピーター率が高いということもご紹介いたしましたが、ね、本当にこの県内外、ね、世界各国からいらっしゃるそうですね。それでは早速おすすめメニューをご紹介いたします。さあ、ホルモントンビさんの、ね、この豚の尾っぽと書いてお店の名前そのままに、豚の尻尾をスパイシーな唐揚げにしているそうなんです。美味しいですよね。やみつきになりそうです。また島豚ホルモン、こちらはハラミやハツ、レバーなど6種類のお肉の盛り合わせになっています。みんなでね、お酒を飲みながらホルモン焼いて美味しく召し上がってください。そして今日から3連休ですからね、今から皆さんぜひお出かけください。今日皆さんにご紹介しましたのはホルモントンビさんをご紹介いたしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。ゆうかん TV、 FM 読谷インフォメーション、今日の話題です。おめでたいからこそ目立ちたい、第7回新美智映画祭本選のお知らせです。
さあ今年で7回目を迎えます新比地映画祭、こちらの本選が4月29日土曜日、場所は沖縄残波岬ロイヤルホテル2階ロイヤルホールにて開催されます。受付は12時から。入場料は前売り券2500円、当日は3000円となっています。ともにお食事代込みとなっておりますので、ぜひ皆さん素晴らしい新比地映画祭見に来てくださいね。お問い合わせは新比地映画祭実行委員会958-7862まで。以上 FM 読谷インフォメーションでした。ゆーかん TV、 いきいき健康フェスタ。さあ今週1週間皆さんにお届けしておりますいきいき健康フェスタのコーナーなんですが、今日皆さん最後にご紹介するのは、そう FM 読谷の中曽根局長のメッセージです。さあこの企画、平成28年度読谷村介護予防普及啓発事業の一環として、なんとですね、最後に皆さんに健康になってもらうためのイベントを企画いたしました。そんな中曽根局長からのメッセージをご紹介いたします。 VTR スタート。はい、FM 読谷の代表をしております中曽根です。よろしくお願いいたします。今回は健康フェスタについて皆さんにお知らせしたいと思います。3月19日午前10時より、午後4時まで、読谷村地域振興センターの、1階ホールで、いきいき健康フェスタというものを開催いたします。はい、この、健康フェスタは、平成28年度読谷村介護予防普及啓発事業ということで、その事業を、委託を受けてですね、今回開催いたします。まあ、この地域振興センターで、民間が開催する健康フェスタ、我々 FM 読谷も初めてのことなんですが、ぜひ多くの皆さん方に来ていただきたいと思いますので、ここに来ていろんな形で健康のことを、再度見つめ直していただきたいというふうに思います。どうか、今週末日曜日健康フェスタお待ちしております。さあ皆さんお聞きいただいたと思うんですけれども、さあこのいきいき健康フェスタですね、元気な方もそして介護する方も介護される方も皆さんでぜひ来ていただきたいと思います。改めて皆さんにご紹介いたします。3月19日日曜日、このいきいき健康フェスタ、朝10時から夕方4時まで読谷村地域振興センター1階で開催されます。さあそんな中、骨継ぎさんの歪みチェック、それからアイランドデンタルリゾートクリニックさんの口腔ケア、シャンティースマイルの、シャンティースマイルさんの足の相談会、嘉手納高校の皆さんによるスタンピングネイルアート、また面白いのはですね、介護短歌などもあります。またその様子を私たち FM 読谷会場からインターネットで生中継いたします。会場に来れない皆さんはぜひ FM 読谷のホームページをご覧になられてください。以上、いきいき健康フェスタご紹介いたしました。ゆーかん TV、 まだまだ続くよ。続いてはとことん読谷知っとこ読谷です。最初の話題は村内情報からです。今日ご紹介する内容、読谷村立保育園卒園式です。さあ可愛い子どもたちが卒園となります。明日3月18日土曜日、こちらは保護者関係者の皆様は入園式の時間が各保育園ごとに異なりますので、詳細はそれぞれの保育園へお問い合わせください。今回卒園する子どもたち、おめでとうございます。さあ続いての話題です。スポーツ情報、ご紹介する内容です。今週末開催、第20回チューバーリーグ。さあ昨日も、北郎さんからね、ブログを紹介させていただいたんですけれども、今日はあの有名な方からメッセージが届いています。それでは早速 VTR スタート。はい、最後すよ、地蔵でございます。今日はね、チューバーリーグについて聞きたいということで、来てもらったわけなんですけども、実は私も、十数年前ここ読谷村でチューバーリーグという、大会の中には読谷村枠というね、読谷村の最強チームが出れる枠があるんですけども、その枠を勝ち取るために私も読谷村の中でソフトボーラーとして戦っておりましたが、一度も出場する機会はなく、
万年補助員をずっと務めておりました。そんなチューバリーグですね、私は、選手としての出場ではなく外から裏方としてずっと見てきたわけなんですけども、今年も第20回を迎えるということで、すごく見どころ満載のソフトボール、皆さんソフトボールスピード感と、躍動感が非常に高いので一見の価値ありでございます。見どころ全てです。見に来てください。よろしくお願いします。はい、地蔵さんからでした。さあ昨日も、ね、皆さんにご紹介しました。改めて、チューバーって、ね、私も初めて知ったんですが、これはユーチューバーじゃないって沖縄の言葉で強い、丈夫、勇気がある人という意味になるそうなんです。さあ皆さん知ってる方も多いと思うんですが、明日明後日の2日間開催されるこの大会が今年で20回目となります。全国から9つの大学チーム、また県内からは沖縄国際大学と明桜大学の2チーム、そして読谷村代表のクラブチーム、琉球 SBC の合計12チームが参加するそうです。明日8時30分開会式スタートとなります。場所は読谷村多目的広場。みんなでね、ぜひ応援をしてください。そしてそんな時にはね、よかったらピクニック気分でお弁当を作って会場の方に行ってみてはいかがでしょうか。以上、第20回チューバーリーグの話題をご紹介いたしました。さあ続いてイベント情報です。最後の話題はこちら、映画で介護予防、ペコロスの母に会いに行く上映会のお知らせです。さあこちら3月26日日曜日、認知症の母三枝とバツイチハゲチャビンの僕、愛おしくてほろーり切ない僕らの毎日、映画で介護予防、笑い、共感、そして感動を共に、ペコロスの母に会いに行く、こちらは入場無料となっています。3月26日日曜日、会場は午後1時30分、開演は2時となっています。場所は読谷村文化センター大鳥ホール。詳しいお問い合わせは読谷村福祉課 982-9234 となっています。介護している皆さんも介護される皆さんも、ぜひ多くの皆さんに見ていただきたい映画となっています。以上、ペコロスの母に会いに行く、ご紹介いたしました。このコーナーでは皆さんからの動画、メッセージ、取材依頼なども募集しています。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp 以上、とことんよみとん、しっとこよみたんでした。ゆーかん TV、お届けしておりますゆーかん TV。 先ほど前半でご紹介した琉球新報の中で、宮古島の、私平と申し上げましたが、正式にはひららでした。失礼いたしました。さあこの時間から皆さん多分飲みに出かけられる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。先ほどね、ホルモントンビさんのご紹介もしたので、もしかして今日行く方もいらっしゃるかもしれません。皆さんアルコールを飲んで絶対運転しないように、皆さんぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ続いては、読谷交通情報いきましょう。国道58号のみやカメラの様子です。あたりはね、今日は曇ってたので、やはりね、少し暗くなってきています。皆さん早めのライト点灯をお願いいたします。また脇見運転、スマートフォンなどの使用などは絶対しないようにご協力お願いいたします。続いてラジオでも放送しています。平日朝7時30分から夕方5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆーかんTV、みんなのお天気希望。さあ続いてはみんなのお天気希望です。明日の皆さんの希望する天気は何でしょうね。昨日はね、県外からね、本当にメッセージをね、いただいて、その後なんとね、Facebook でも友達申請が来て嬉しかったです。水谷さん、聞いてるかな。さあ続いて今日はどなたでしょう、行ってみましょう。 VTR スタート。読谷村文化センターの東女です。私が明日希望する天気は晴れです。なぜなら、洗濯物が超溜まってるからです。洗濯したい。以上です
選択したい、もうなんかね切実な胸の内を聞いたような気がします。さあ明日の天気どうなるんでしょうね。またチューバーリーグがありますから、ぜひ、読谷村から青空を、ね、皆さんに照らしていただきたいと思います。さあ続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報。まず天気概況からです。本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近では明日の明け方にかけてうねりを伴った高波に注意してください。続いて中南部のお天気です。北東の風のち東の風曇り、ところにより夕方雨、波は 2.5 メートル、うねりを伴うとなっています。続いて今夜から明日のお天気です。今夜は曇り、明日は残念ながら曇りのち雨。でも皆さんぜひね、今日からてるてる坊主を作りましょう。きっと明日晴れるかな、晴れるといいな。さあ最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在波浪注意報が出ています。で 2.5 メートルの波ということですから、船舶の皆さんも、海岸、またね明日、確かね、万座の方が海開きとなっています。 ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート、こちらの方が海開きとなっていますからね、波の、ね、高いところということですから気をつけてくださいね。以上天気予報でした。ゆーかんてぃみー。さあ今週1週間あっという間でしたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。そして月曜日夕刊 TV は祝日のためお休みとなります。さあ今度ね皆さんにお会いするのは来週の火曜日となりますね。そして私たち3月19日の日曜日、生き生き健康フェスタ開催いたします。さあこちらで私たちオールスタッフ会場の方におります。またですね、様々な、この今回のイベントすべて無料となっています。読谷村は皆さんもご存知かと思うんですが、この、医療費がとても高いところと言われているんです。やはりね、治療する前にやはり予防するという意識ももちろんなんですが、まずね若い方、子どもたちも含めてぜひご家族皆さんで参加いただければと思います。さあお届けしてまいりました夕刊 TV、 3月19日の生き生き健康フェスタで皆さんにお会いしたいと思います。それでは皆さん3連休楽しい連休をお過ごしください。それでは皆さん、また来週、さようなら。健康フェスタ来てね。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえる。